実はあの昨年の7月に京都省の関係のシンポジウムが京都大学でありましてたまたまタクシーの中で,です、ね、ホテルからあの京都大学の会場に移るタクシーの中で、まあ、いわゆるランデブー状態になりましていろいろなことをあの症,あの症状がありまして今日のこういう会をです、ねえー、企画することになりました。 であの私はあの常日頃顕微鏡というのを使ってですねあのいろいろな生命の現象を可視化しています見,見えないものを見るようなそういう技術を作っていますで一方あの石内さんは、えー、もう写真を撮っていらっしゃいますよねで何が違うか何が同じかということを対談からお互いに気き合いたいと思いますし、えー、とにかくちょっと楽しみましょうね 先生というか石井さん簡単にです、ね、私の話をちょっとさせてください。私の専門はです、ね、バイオイメージングといいます,です、ね、で蛍光タンパク質というのを使うんですがでマウスの例えばあの脳の中にです、ね、あるカルシウムプローブというのを使ってです、ね、脳の,その神経の発火を見ることをやっております。例えばマウスをこう光を光当てて えー、頭蓋骨を通してです、ね、生きた状態でマウ,スがどういうマウスの脳の中でどういうことが神経の発汗が起こっているか神経がこう活性化しているかということを見ることができます。でこう見,見ますとです、ね、いろんなあの波からできているんですねいろんな周波数の違う振動数の違う波が重なってできています。 でこういフーリエ変換というのをよくやるわけですけれども、例えばそうです、ね、あの石内さんの写真もフーリエ変換すると、あるパターンが出てくると思います。例えばです、ね、レンズを通してあの写真を撮ったり、それからあの私はあの生物現象を見ますけれども、じゃあ何が光あのレンズを通るかというと、光ですよねで。光も波です。えー、あの <laughs> 電子波といいまして。 えー、振動する電波と磁場がですね直行していますがこれが振動してこれが光の速度で電波していきますでここの可視光がですね今日の私、えー、石内さんと私が共通するあの光になります、はいえー、可視光はですね、えー、300から700ナノメートルナノというのは10のマイナス9乗ですそういうその非常に短い波長の光をですね我々見ることができる私はですね あのよくもうここで10のマイナス9乗というナノという単位が出てきましたけどもサイエンスとは非日常的なスケールでですねものを考えるとえそういうふうに考えていますであの蛍光タンパクの中で最も有名なのが GFP というやつでゼブラフィッシュというですねこれはあの魚なんですがもう透明ですよねですのでえその私が作ったあのプローブをですね遺伝子を入れれば 発達をするに従ってどういうふうに活性化するかということを見ることができます。皆さん卵葛というのを勉強されたと思いますけれども卵葛の時に起こるいろいろなそのカルシウムの動体をです、ね、こうやって見ることができるということになります。えー、我々の生命というのはですねすべて細胞周期を回して増殖をします。このレギュレーションが崩れるとこれが回りっぱなしになってがんになります。 我々フーチというプローブを使ってですね例えば悪性腫瘍に由来する細胞の動態を見ますとまあこういうふうにですねど,んど,んどんどん色を変えながら増えていきますねところが一方良性腫瘍に由来するもので入れますと非常にきれいにですねコンタクトインヒビションといって接触阻害といいましてもう密になると止まるとね赤い色になって止まるという現象を見ることができます。 接触阻害ところがここをガッと機械的に書き取りますとこうなってまたあの細胞の周期を回して数を増えていくこれがですねいわゆる創傷治癒のモデルになります、えー、石内さんの中でスカードコ根というものをですね皮膚の反根を非常にあの美しくですね、えー、写真を撮られておりますけどもその 治癒過程、犯行の出来方をです、ね、我々今一生懸命研究しています。あのこういうふうにその魚の肺というのを使いますと透明ですので非常に中まで深くまで見えるけれども我々の,その生態組織というのは不透明です。ですね、でそれをあのいかにして透明にするかという技術も開発しておりましてです、ねえー、我々その光の吸収ではなくて光の散乱を抑えるようなです、ねえー、薬を作って こスケール A2 というこういういマウスのです、ね、胎児が透明になるとで一旦こういうふうに透明化してしまいますと例えば脳の中で飼えばという記憶の中枢がありますけれどもそこの中で蛍光タンパクを使ってラベルしたこういう神経細胞をです、ね、きれいに深,い深くまで見ることができるです、ね、いろんな角度から見ることができます。 で脳の表面からこういうふうにです、ね、深いところまであのこういう神経回路を可視化することができます。あの記憶、情動とかですねそれから意識いろんなその脳の活動がありますけれども果たしてそういうものがどういう神経回路からなっているかこれが実際的にはですねあの現在の脳科学の、まあ、究極的なあの、えー、目標になります,です、ねで。一旦こういういうにその、えー 画像可視化をしますとコンピューター上でこれを再構成していろんな角度から見ることができるですのでモノクロよりはカラーそして静止画よりは動画というのが多いんですが私はあの実はその逆も好きで、えー、その白黒のまあ静止画ですねそういうものも非常に興味を持っておりまして、えー、まあこれはあのたまたま私がスイスのチューリッヒで撮った写真なんですけども もう本当の昔の携帯のです、ね、安い携帯写真で撮ったやつであのでも自分では気に入っていてあのあの石内さんもですねいろいろその徳山村の,あの女性の方が写真を撮ったときに簡単そうそうピッカリクリニカで,、うん、でそういう、うん、本当に自分に合ったものでいろいろ撮れるなという気がしてでです、ね、あの私も、えー、いずれいろんな自分の写真のコレクションをです、ね、見ていただきたいと思っています。 ななんか勉強しちゃったような気がする <laughs> でまあ,あの確かにあの可視化するっていう意味において写真とはもともとあるものをもう一回撮るみたいな感じでもうなんとかな,ないと撮れないとりあえずあの外にある具体的なものをどうやって取り込んでいくかっていうことが、まあ、写真の一つの特徴なんですけれども、まあ、例えばこれは「1947」という私が生まれた年をタイトルにした えと同い年の女性50人の手と足を撮ったシリーズです。ちょうどこの時40歳だったんですね。で私は40まで生きてる自分がなんか信じられなくて、うん、えー、40? みたいなことでもしかしたら写真って見えない時間が取れるかもしれない。じゃあ,じあの時間40年の時間はどこにあるのかなって考えた時に体の末端 手と足にだからそのうにして始まったシリーズなんですねであの50人の女性の同い年ということはもしかしたら私は一人の人生しか歩めないけれども同い年生まれた女はもしかしたらもう一人の自分ではないかなというような形でこれは全部自分の自社像と思って撮っています。うん で次にこれはスカーズというさっきあの先生がおっしゃっていた傷ですねあふ、はい、<アブ>に <laughs> 説明していただくとなるほどそうかなと思うんですけどこの人は食道がんの、まあ、傷跡があってあの傷跡を残っっったた人人ていうのは生き残った人なんですねだから生命要するに死んでしまわないというのは傷の傷跡のまあ一つの形ということと。 傷跡には全部その人の人歴史が入ってるんですよだから私もこれもあの傷跡を取ってるけどこの彼女の生きてきた人生みたいなものも含めてまあ取ろうかなとしたもののシリーズです。で実はこれは母の傷跡なんですけれども母も大火けをして、まあ、かなりか体の4分の1ぐらいかな火けをしてまあこれはもう治ったあとなんですけれども。 実は彼女はこの時に輸血をしましてその輸血が原因で C 型肝炎になってしまってで12月に亡くなってしまったんですけれども実はこの口紅はとっても私にとって意味があってずっとモノクロを取ってたんですけれどもこれもモノクロまで取ったんですよ <laughs> そしたらで、ね、汚いんだよやっぱり。なんかかここの赤い口紅がなんか薄汚くてそれでこれでら カラーを取り始めましたでやっぱり母が残したものをどうやってうんもう母がいないから残されたものと対話をするの形として母の遺品を取り始めたというで、まあ、これはブラウスの前立てなんですけれどもあのいわゆる広島の遺品っていうのは何て言うのかな資料。 原爆の資料ですよね。としてしか皆さん見ていなかったんですけど私はやっぱりこのえこれって赤くてバラバラの形わあすごいなこれホックがあってボタン飾りボタンですよねでこういうものを私は発見したんですよ。でそれはやっぱりあの私一人でこういう資料はあの撮影できませんからあの原爆資料館の学芸員と一緒にやっています。で彼女も今まで 資料としか見てなかったものが、うん、私見たりボタン取ったり接、うん、射したりすることをすっごく彼女はびっくりしてああそうかこういう見方があるんだなということで彼女もなんかこの写真から何かこう見方広島に対する見方が変わったということを、まあ、後で聞いています。これ先生、あのえー、証明は えっとこれ自然光です。自然光ですか、はい。私は実は3。5ミリでフィルムで自然光だから、今デジカメだともうすぐに撮ってその場で見えますよね。けども、あの113の場合は後でしかわからない。フィルムですからす、ねはい、見れません。えーはい、だから逆に見れないっていことが私にとってすごく意味があるの、うん 映ってるかどうかわかんないんですよね,そうですね。その映ってるかどうかわからない。こう現像されたものを見るまでの距離、うん、空間の中で、何かこう、気持ちをこう醸造するみたいな、そういうことがあって、で、やっぱりフィルムってすごく時間がこうたまる <laughs> <ー> <laughs> みたいな感じも含めて、私はすごく好きなんですよ。<お>で、まあ、これはフリーダカウロですね。うん、実はフリーダカウロも。 完全に遺品です、うん、であの彼女は最終的には片足を切断していますでやっぱりあの歩けなくなってそれでも一生懸命あの靴を作ってで結局あの小児麻痺だったんで片足は短いんですよでそれに合わせて彼女はきちっとあの靴を作ってました ですごくおしゃれでやはりおしゃれすることは自分が生きてる証拠、うん、みたいなことと、まあ、ちょっとね指10本に <laughs> 指輪したりしてるのね <laughs> それはねすごいかっこよくて <laughs> で絵を描く、えー、ときは右手はねちゃんと取ってるの <laughs>、うん、だそういう写真があったりして、はあ、でもこれって多分彼女が生きるなんかこう証拠 みたいな形で靴もそうだし指輪もそうだしいろんなものは彼女にとって自分を補うものう、ね、体の欠損を補うものとしてあったんだなということがすごく分かったんですよ。なるほどやっっぱり痛かったと思う彼女確か事故にあったんです,よ、ね、そうです事故は18歳,、ね、18歳でう小児麻痺は6歳から。 だからその後ずっと手術を繰り返してるから言ってみれば満身創痍なんですよ。うん、で,そうで47歳でで亡くなってます<お>でます、あ、私自身、まあ、あの残されたものをね、うん、マザーズから取り始めて広島、フリーダみたいなのを取っていますけれども、うん、何か残されたものたちの意味、うん 今ある意味 <laughs> というのは何かとちょっと考えたときにやっぱ資料じゃないんですよこれは未来に向かって残ってるんだな<う>んというふうに考えたんですなるほど例えばあの石内さんがメキシコに立つときにおそ <はい S 2> らくこの彼女に関する例えば資料とかそういうのを集めて <はい S 2> まあ例えば飛行機の上で読んでいかれてそうです一番決定的にこれ違うなとでしかも遺品から受けたメッセージで これはっていうものは何なんだった？うん、それはね,ね、やっぱりフリーダ・カーローっていうイメージ、強いイメージや男問題が多かったり、スキャンダラスだったりっていうことと、あの私実はあの彼女の絵を見てなかったんですよ。ああ、そうですか。絵を見て、その時に初めてわかったの、うん。なるほど。すっごくね優しいの、うん、絵が。 タッチが、ね、素晴らしくいいんですよ<ー>で私はその彼女のタッチを見てあ私がというかみんなが抱いてるフリーダ・カーローっていうのは、うん、ちょっと作られた、うんね、女が表現したり、うん、女っていう一つのこう作られたおなんか大きな歴史的なこう女性のアーティストのイメージってあるんですよ。なるだからそれにやっぱり毒されてたなって、うん、私自身もすごく反省したし、うん、一生懸命生きた。 自分が死ぬっっててことを分かってるわけですよなるほど、ね、だからどうやって生きるかっていうことに対してすごく真面目に真剣に生きたんだなってことは私すごく伝わてあの私も今対談の相手であるということを忘れてあの見入ってしまって聞き入ってしまってですねなかなかあの、えー、途中で話を話しかけることができなかったんですが。が あの最初にあの私の話の中でなんとかこう石内さんの写真をちょっとその解析してやろうと<え>ねいやいや解析してやろうということを言ってしまいましたで例えば文工学っていうのは色をこう分けていってどういうその色の周波数があるかっていうことを解析することもできるしから構造的にはその繰り返しの構造っていうのを見るとですね例えば ハイフリーケンシーとかローフリーケンシーといってこの細かさをいろいろな振り絵変換することができるって申し上げたんですけどもやっぱりそれやめます。それはねあのそういうことをしてしまうとなんか急にやっぱりあの今私自身がその受けたいろんな感動とかそういうものがですねやっぱりちょっと。 落ちるかなと思うんですねあの。立場としてはそうだと思うんですよ。宮口先生はもともと医学部ですよね。うん、そうですね。それはお医者さんになろうと思って。ええ、私はあのー、もう、ある程度大学の時から、こう基礎医学というか。<ん>その臨床、人を見る医学ではなくて。はい、まあ、もちろんだから、あの、免許は持ってますけど。<は>免許はどっか行っちゃいましたけど。うん、あのーあのー、そういう、あのー、もう卒業したらすぐに。 そういう物理とか化学とかそういうところに進みましたのでこう生物学医学はですねやっぱりこう複雑でやっぱりなんか憧れるものはかなりこの極端両極端の向こうにあるもので芸術とかねそれからあの数学とかそういうかなり遠いものに対する憧れて常にありますねそういうものをどっかで取り込もうという気持ちもありますし あ,あ、これは遠いから憧れでいいかな？というところもあって、ま、それはあの自分の中でまあむしろそれを楽しむような状態にあると思いますね。うん、うん、私はあのその例えばグリッドの間のその感覚の問題とか、そういうものはなかなか説明できない際あるんですね。うん、それはやっぱり感性だと思うんです。あの多分ご自分では表現できないと思うんですけど、うん、あのね。<そ>やっぱ写真って、うん、あのこっちが思うように。うん はいかないんですよねなるほど者たちは何も、言わない、うん、でもあのね1945年からずーっと、うん、例えばいるみたいな気持もう大変だねみたいな感じで私は話しかけるわけですよでも答えてくれないけどでも私は自分の写真を撮ることによって、うん、プリントして発表するときにそれが答えになる。うんなるほど うん、ですから私にとっては撮影よりもプリントして発表する時の方うが意外と大切で結構大きいんですよ、私の写真は。うん、ですからあの大きさとか額、うん、の在り方とかね、うん、いろんなことも含めてあの文字はありませんけれども、うん、その全体の並びも含めながら展示ということはすごく大切です。ね いいかかに見せるかととうことですね最終的にあのいろんな電磁波の反射であり吸収であり産卵であり、はい、そういうことなんですけども、はい、そこの,、まあ、あの手前のところでですね本当に感性であのいろいろこう進めていくということの,です、ね、あの重要な点はですね私も非常にあの共感するところがあってあの今日は。 サイエンスとアートを本当にどのくらい皆さんの,あの心に触れたかどうか分かりませんけども私はあの非常に見入りました。 りましたでもだめだめ、これで感動しちゃだめ、まだありますよね、本当に行って、うんうん、その空間の中で感じることが重要だと思いま写真私のちゃんとした本物目だけこれ、今、全然プレゼンテーションの話ないですからね、いかに見せるかってないから、うん、あのこれ、結構続きそうなので、なんかあとじ2時間ぐらい続きそうなんで、今、ストップかけられてますので、あのー、これで終わりたいと思いますが、あのどうもありがとうございました。